アンディ・パワンさん、わしはもうこんな歳になったが、ダプラス総帥がいつか配信するぞといつまでも信じていたよ。あれから1週間信じて待ってた。そして総帥が戻る日がついに来た。ここまで生きた甲斐があった。おめでたいね、おめでたい。いくつなん？うん。一日で10年ぐらいあのさ、あの成長する感じの、そういうキャラいるよね。みそれなん。ありがとうね、待っててくれて。これまでラプラスの配信をずっと見てきて思ったんだけど、俺、ラプラスとどうしても喧嘩がしたい。喧嘩しないか。ま、俺強いけど、今頃ビビって逃げてそう。ラプラス普通に雑魚そうだし、この金でなんかうまいもんでも食って俺と喧嘩するときまでせいで力ってもつけときな。PS、これからも俺のライバルとして活躍楽しみにしてるぞ。え、君さ、時々さ、ツイッターでさ、俺と喧嘩しねえかってツイートしてない？ガチで超喧嘩したがってておもろいんだけど。いや、かかってこいよ、マジで。いつ対戦よろしくお願いします。トッシーさん、引っ越しお疲れ様。ラプ様の歌大好きだ。それと、角磨きするので、ラプ様の下僕にしてください。怖すぎ。いやー、でも下僕にするにしても、ちょっと条件がね、いろいろあるんだよね。そんなね、スーパーチャットいただいただけじゃね、ちょっと無理かな。チャンネル登録して、で、ちょっと我が輩単押しで、で、配信全チェック。はい、これ条件です。というわけでよろしく。メッシーちゃんさん。ラプラスダークネスを見たあの日、僕は恋に落ちた。ラプ様の声が鼓膜を震わせ、電気信号となって脳を駆け巡り、放出されたドーパミンは幸福をもたらす。ラプラスちゃんの笑顔は、夜空の星々のように輝いていて、一夜一夜に美しくなり心を照らす。総帥の趣と、空っぽな日常を満たす。ラプママの深い愛情を前に赤ちゃんになりたいと浅はかに思ってしまう。バチ恋なんておかしいか。それでも僕は画面の向こうに向かって叫ぶ。総帥、愛してるぞ。声もいいじゃん。87点。人生リセットボタンポチー。人生リセットのドンキチー。平成にネット上ドンキチー。